はい、じゃあ福島の真実と内部被爆ということで、私あの熊本市内で開業している小野と申します。今日の内容なんですけれども、今日は私のバックグラウンドですね。なぜここで私がこんな話をしているのか、ね、で原発の原理、問題点、電力が推進する本当の理由ですね。ちょっとこれで放射能の福島事故の影響と水位と放射能汚染、あと放射能の影響と思われる奇形動植物が私の住んでる熊本でも出てますので、ちょっと紹介して、内部被曝とその影響、除染ができない理由、あと最後になりますけど瓦礫の問題ですね。あと我々はこれから何をどうするべきかについて話をさせていただきたいと思います。まず私の経歴なんですけど、私は広島の生まれなんですね。母の実家が広島でした。で一人娘だ、まあ、3人兄弟なんですけど、一人娘だったので非常に可愛がられて、私は春休み、夏休み、冬休みとですね、必ず母の実家で2週間なり3週間なりかなりの間を過ごしていました。で毎年のですね、広島原爆投下の8月6日にはサイレンが鳴って、う、まあ、あまり意味は分かってなかったんですけど、うっていうあの黙祷の音とかよく聞いてましたし、あと原爆公園もですね、当時はもうそのまま入れたんですね、何もなくてね。で生まれは広島なんですけど、育ってあの高校まで行ったのは宮崎です。で宮崎高校からですね、最初阪大の医学部を受けたんですけど、まあ、見事に滑って一浪して東大の理科一類の方に進学しました。で1988年のですね、23歳の時に東大の工学部の精密機械工学科を卒業しました。でこの時にですね、ちょうどバブルの、まあ、今にして思えば絶頂期なんですけど、円楽不況って当時言われてたので、メーカーとかですね、メーカーはちょっとやめた方がいいんじゃないかと思って、公益事業ですね、なんか 東京電力と東京ガスとあと JR 東日本とかね考えて、で当時の就職活動っていうのはですね、 OB に電話をして食事をご馳走してもらって、でどこに行くかを自分が決めるっていうぐらい、まあ、今にして思えば非常にですね恵まれたところだったね。で私のいた研究室が大園研っていうところだったんですけど、そこの随分上の先輩、随分って言ってもまあ10ぐらい上なんでしょうかの先輩が、東京電力にちょうど入社されてて、でその人がちょっと来てですね、で東電は何も就職にあたってですね、昼飯しかご馳走してくれなかった。他の会社は行ったらですね、必ず日本酒の寿司付きのですねところに連れて行ってくれる。東電だけなんかえらい渋賃だったんです。でこういうバブルの時に渋賃なので、もしかしたら中入るといいかもしれないとちょっと思ってですね、で入社を決めて福島第二原子力発電所の方に配属になりました。で約5年間ですね、福島第二原子力発電所で働いた後に、でこの働いてた時にはですね、私はどこのグループにいたかというと、まあ、タービン系って言ってですね、原子炉周りとタービンと2つに大きく機械は分かれるんですけど、タービン系って言って海水系の話とかですね、あとは純水を作る装置とか、そのあたりを担当してました。だから原子炉周りのことは直接はやってないですね。で29歳の時に本店の原子力技術科の安全グループというところに配属になりました。でこの時の課長がですね、事故当時武藤副社長だったんですけど、武藤栄という人で、で副長がですね、副長というのは大体グループ長に当たるんですけど、そのグループ長が高橋武史でいって、現在福島第一原子力発電所の所長をしてますね。であと一人担当者がいて、私で終わりだったんですね。だから全部でグループが3人で、課長入れると4人だけのこじんまりとしたグループなんですけど、それで東京電力の太水型原子力発電所、当時12、3機あったんですよね、運転手は。それを全部一手に引き受けてますね。まあ、いろんなトラブルがあって大変だったんですけど、で1995年に阪神大震災とオウム真理教事件が起きました。でちょうどこの時にですね、私の安全グループ行った時にシビアアクシデント対策という話がちょうど出てきて、93年ぐらいから出てるんですけど、ちょうど私かぶってるんですよね。だからシビアアクシデント、今回起きた事故のいろんなところはですね、まあ、まだ20代なのでそんなに分かってないとはいえですね、ほとんど経験してる。
で阪神大震災とオウム真理教事件がちょうどこの年に起きて、1995年の1月に阪神大震災が起きたんですけど、まあ、起きたことはとんでもないということ で若干一言だったんですけど、やっぱり原発も阪神大震災級が起きても大丈夫かという話に当然なって、で当然全電力が集められるんですね、通産省、当時通産省資源エネルギー省です。でそこで集められた時にいいかとお前らとは言わなかったですけど、今回の阪神大震災では地震の揺れで新知見っていうのはなかったんだと、だからね、安全っていうことを確認するように資料を作れって言われてね、作りましたよね、全電力がね。だからその年のね1月に起きて、私が辞めたのが9月か10月なんですけど、その時に出してたので多分半年ぐらいでね、やり直して阪神大震災が起きても大丈夫という、まあ、おそっぱちのね書類を作りました。でオウム真理教事件が起きて、で、まあ、この年に東電を退社して、で医学部に入り直してですね、37歳の時に熊大の医学部を卒業して第二内科、血液腫瘍内科をやりました。で現在は熊本市で開業しています。まずですね、原子力発電所のことを知るには、原子力発電所がどうやってね電気を起こしているかを知らないといけないと思うんですけど、それはですね、原子力というとなんかとんでもなく高度なようなことをしていると思うかもしれないんですけど、実は原子の火でねお湯を沸かしているだけなんです。ここに原子力、原子の火があってね、まあ、ウランがあって、それでお湯を沸かして、その蒸気でタービン、金車を回して発電機を回してこう電気を作ってるんですね。でここをね、石油火力、石油であれば石油火力になりますし、 LNG 液化天然ガスにするとこれは、LNG 火力になるんですね。で結局ですね、蒸気機関車と一緒なんです、原理自体はね。どうやって蒸気を作るかっていうだけなんです。で蒸気を作った後に冷やさないといけないので、これが海水を使ってるんですね、日本の原子力発電所ではね。冷やすために必ず海水がいるので、日本のにある原子力発電所は全て海に面してます。だから全部津波に弱いんですよ、これね。そして、ここはね見ていただくと分かるんですけど、蒸気と水と蒸気が接してますでしょ。これということはこの蒸気はもう難しい言葉で言うと飽和蒸気でもう湿ってるんですね。湿ってるのでタービンっていう羽根車を回すので、これはものすごく熱効率が悪いんです。火力発電所に比べるとかなり悪くてですね、火力がだいたい40何パーセントあるんですけど、原子力発電所はね3分の1なんですね。3分の1で電気を作って3分の2は海水を温めてるんです。だから全部同じなんです、火力もね原子力も。でどういうふうにして熱を作るかといったら、ウラン235に中性子が当たって、で核分裂することにこの時にですね熱エネルギー、熱が出てくる。でこれでお湯を沸かしてるだけなんです。ただこの熱エネルギーだけ出てくれば別にいいんですけど、ここに核分裂生成物というのがありますが、この核分裂生成物というのがね2つ、まあ、大体大きく2つこう割れるわけなんでね、2つできる。で1つがセシウム137だったらね、大体ね塊がいるはずなんですよ、必ずね。核分裂生成物2つに割れてる。でこの辺がストロンチウム90ぐらいになるわけです。でこの放射性廃棄、放射性物質っていうのがですね必ず放射能を持つんですね。だから中性子が当たって分裂して放射能を作るのがほとんど目的でね、この熱エネルギーもまあ副産物的に出てくるようなものなんです。でゆっくりですねじわじわとこう燃やしていくのが原発で、一気にドーンとするのが原爆なんです。だから原発もね原爆も原理として同じなんですね。これフランスのニュース番組から持ってきたんですけど、綺麗なね原発でありながら中では核爆発が起きてるのと同じなんですね。でじゃあさっきの言ったね放射性廃棄物がどのくらいの管理が必要かっていうとね、こう見ていただくと、ここは1000年後なんですけど、1000年後でも掘り出したウラン鉱石の約10倍の、ね、放射能を持つんです。で今から1000年前というと平安時代になるわけでね、平安時代のことなんてこれは分かる人いないんですよ。もう文章だってね、もう今ここに誰か一人が平安時代に行ったらねもう意思の疎通ができないんです。そのぐらいね言語も何もかも変わるぐらいで、ようやくこの辺が大事なんですね。で1000年後の管理っていうのはまあ人間が考えると普通無理なんですけど、これがね武藤副社長、当時は技術課長なんですけど、まあ、1000年ね東京電力が管理しっかりすると言ってんだよと、我々東京電力がね、
なんでみんな信用しないんですか。もうそのありさまなんですね。だからでこれ1000年後なんですけど、これ一番奥の方見るとね、これ1億年でしょ。だからね、こういうグラフをね平気でね作ってね恥ずかしくもないんです。だそれがね原子力やってるんですね。であと原子力発電所の単価ね、で発電所原発をやる理由の一つ、大きな一つにですね、コストが安いというのがね、もう新聞にも何もかも全部書かれてるんですけど、これ実は嘘なんですよね。どうして嘘かというとね、役所が LNG 火力確保をね計算するとね、まあ大体 LNG が6円ぐらいで、原子力がね事故が起きても安いって言い張ってるんです。でもね、東電は福島あの原発を作るときに、ね、設置許可申請書で一体どれだけの単価で原発の発電コストをいくつかっていうのを、ね、出さないといけないなと。でこれ非常に理想的な単価なんですけど、こう 2F っていうのが福島第一ね、これ KK っていうのは柏崎なんですけど、見ていただくと分かるよね、福島第二の1号機2号機は10円ぐらいで、こう火力と同じなんです。だけど3、4号機からはねもう全部14、5円してるんです。だから事故が起きてなくて使用済み燃料を処理しなくても、もう最初から高いんですよ、原子力発電所っていうのは、ね、発電単価がね。でこの上にね、さらにいろんなシビアアクシデント対策とかいろんなものすごいお金がかかるから、もう実質ね20円ぐらいだと思うんです私ね。で東通り発電所はじゃあどのくらいか、東通りがあの東北の外れにあるんですけど、それ私が当時いた時見たのは30円だったんですね。LNG 火力これ6円っていうのはね、役所がやっても東電がやっても6円なんです。だから多分6円ぐらいなんですよ。で6円ぐらいなのにね、もう高いんですよ原発はね。でこれなんで出てこないかって言ったらね、役所が一生懸命計算してこの数字出してるんですけど、東京電力は株式会社なので毎年発電単価っていうのを計算してるはずなんです、もちろんね。だから役所が計算する必要はなくてね、東電にお前いくらで作ってるんだって出せって言えばね、数字が出てくるはずなんです。でも誰も何も言ってないでしょ。グルなんです役所がね。でなんで高いのにねやってるんだって、高かったらやる必要はないんじゃないかって思うのは素人なんですよね。で総括原価方式っていうので、電力会社の電気料金決まってるんですけど、一般会社っていうのは、まあ、家庭もそうなんですけど、貯金を増やそうと思ったら収入から必要経費ね、だから旦那の給料を増やし残業させて増やすかね、あるいは職業を切り詰める、そうすると利益が増えるわけですね、貯金がね。これ普通の会社なんです。だけど電力会社は全然違っててですね、利益っていうのが必要経費にある一定の割合をつけたら利益になる。で必要経費に増やせば増やすほど利益が増えるって言ったんですけど、これじゃなかなか一般の家庭ではない話なので理解がなかなか難しいので、ちょっともう一つスライドです。総括原価方式っていうのは 3% のポイントカードだと思うというんですね。例えばで、まあ、買い物のポイントカードありますね、 3% で こういう時にね、500円の焼き魚定食とフランス料理のねフルコースがあったとしましょう。もしね自腹で食べる場合はどっちを食べるかって言ったら、いくら奥さんのへそくりがね 3% 貯まったとしても、焼き魚定食あのフランス料理のフルコース頼んだらもちろん300円へそくり貯まるんですけど、こんなの食べてたらね1週間もしたらもう他に何も回せなくなるでしょ。だから普通はねこの500円の定食食べる。だけどここで例えばお父さんお母さんとかねたまにやってきてね、お前何でも好きなもの食べていいぞっていう話になると、自分の懐は痛まないのでポイントを増やそうと思うと、どっちを食べるかって言ったら当然こっちですよね、フランス料理のフルコースから。でここにね食前酒をつけようという話になると、自腹の場合は、まあ、あなたそんな稼ぎはないんだからね発泡酒にしてよ、ビールなんか何考えてんのっていう話になるんですけど、フランス料理のフルコースになって支払い者が義父母の場合は自分のポイントカードを増やしたいから食前酒にシャンパンを頼んで一級のワインを頼んだりするわけですよ、例えばね。そうするとポイントが貯まる。だから使えば使うほど儲かるんです、支払い者が別だからね。でこのフランス料理のフルコースとを頼むとね、この食器メーカーだって儲かるしね、肉屋だって儲かるでしょ。だからみんなね電力の中にいる人みんなハッピーなんですよ。誰が損してるかって言ったら我々の消費者なんですね。だから原発は全電力経団連が全部賛成してるじゃん、動かせ動かせってね。で反対してるのは誰かって言ったら一般我々です、一般人。だ賛成するのは儲かるから賛成するんだね、経団連がね慈善事業で電気作ってるわけじゃない。だからね原発が高ければ高いほど儲かるからね、みんなで寄ってさたかってね原発やってるんです。
で福島第一原発の沸騰水型って言われるようなやつなんですけど、1号機から6号機があって、どこが作ったかというと GE ジェネラルエレクトリックっていうアメリカの会社が作ったんですね。でそれは67年の9月に460万キロワットの46万キロワットの原発を作って、あと78万4千作ってね、最後に6号機っていうのを作ってる。で見ていただくと分かるんですけど、 GE と東芝と日立が作ってる。だからこの3社が沸騰水型ではもう多分世界でね、この沸騰水型っていうのは採用してるのは日本とアメリカぐらい、まあ、あとちょっとスペインとかあるみたいですけどぐらいなので、もうこの会社が大きなメーカーなんですね。で事故が起きたのは1号4号機です。で今回のね、事故で何が大事かって言ったら、この人ね、この人は何て言ってるかというと、地震では設備破壊は起きていないって言ってるね。で地震では起きてないよっていうのは共通認識だよって言ってるんですけど、民間事故調査委員会で今回のね、報告書、国会の諮問委員会とか見てると、全部ね、社長とかね、副社長呼んでるんですよ。現地の現場でやった人はね、一人も呼んでないんですよ。で現場にいた人は100人1000人の単位でいるはずだから、全員がね、口裏合わせるの不可能なんですね。事実を述べしきですから。だからその作業員は何て言ってるかって言ったら、生蒸気だ、主蒸気系が壊れている、もうこの原発は終わったな、東電は終わりだって言ってる。で主蒸気系っていうのはどこにあるかって言ったら、原子力の原子炉の圧力容器から直接出てる配管の主蒸気なんですね。で津波で壊れたっていうのはここだからね、津波っていうのは中に入ってきてないんですから。そうするとここに津波はここしか来てないのに、この中が壊れたということは、津波で壊れなかったらもう地震で壊れるしかないんですよね。じゃあ福島の現場はね、どういうふうなことになってるかといったら、ここね、福島第一原発があるところなんですけど、なんとね、国土地理院がどれだけ移動したかを出してるんですけど、東に 2.5 メートルずれてる、約50センチの地盤沈下がある。だから2メートル50センチずれてね、50センチ沈下したら、それは普通に均等に沈下するはずないんですよ。だから4号機も傾いてると言われてるしね。で女川に至ってはね、なんと5メートル横にずれて1メートル以上沈下してる、女川原発っていうあるところはね。そうするともうナビも使えないらしいんですね、道路がずれちゃってね。そのぐらいのことがあってるのに、ね、大丈夫なはずがないんです。でこれちょっと時間がないので飛ばしますけど、事故シナリオ、今回起きたね、主蒸気系が壊れたらどうなるかっていうのを、2008年の12月に原子力安全専門官向けということで、独立行政法人の、ね、原子力安全基盤機構っていうのがね、作ってるんですね、これね。私も事故の後に知ったんですけど、だから彼らはもし水が足せなくなるとどういうことになるかね、全部知ってたはずなんですよ。こうやってね、きれいにこういう音がついてね。で沸騰水型シナリオ理解のために BWR マーク1っていうのは、これね、まさしく123号機で採用されてる原子炉のロケなんですね、ここにあるね。じゃあこの事故をね、さっきのやつをどうやって考えたらいいかっていったら、さっき一番最初の方にお話ししましたけど、原発っていうのはお湯を沸かしてるもんだという話をしましたけど、じゃあ一般の、ね、家庭でお湯を沸かすのはどこでお湯を沸かすかって、もう台所ですね。台所以外で沸かさないから。そうすると台所で考えると、大体今回の、ね、事故が見えてくるんです。でこういう原パロマの機械なんですけど、ここにね、オンオフのスイッチがあって、ここに火力調整のつまみがありますね。でこの火力調整のつまみをいくら動かしてもここは消えないのがミソなんですよね。で原子力も同じで、人間はこのね、オンオフのスイッチを持ってないんですよ。でただこの火力の調整だけできるんですね。だからオンオフのスイッチを持ってなくて、火力の調整しかできない状態で台所にお湯を沸かしてたらどうなるかっていうのを考えれば大体わかるんです。あともう一つ、ベントベントっていうのがよく言われてましたけど、ベントもですね、なんかもう NHK の解説者すらね、分かってないんです、意味をね。意味分かってなくて説明するから、聞いてる方、説明受けてる方はますます意味が分からない。ベントっていうとね、簡単なんですよ。圧力鍋のね、この蒸気抜きのことをベントって言うんですよ。だこういうことをね、 NHK の人、解説者が最初にポンって言えば、大体家庭の主婦の方とかはね、もうすぐピンとくるはずなの。だからこれ爆発しないために、これピューシューって抜くでしょ。それをベントって言うんです。じゃあ通常の運転状態はどうなってるかって言ったら、圧力容器の中に水がたっぷり入ってるんですね。だからこれで言うと、スパゲッティの鍋を茹でてるような感じなの。スパゲッティの鍋を茹でてる時に、コンロの火が消せなくても全然怖くもなんともないですよね、当然のことに。
で、注水器の消失が起きるとだんだん蒸気がこうなくなっていくのでね、そうするとだんだんこうひたひたの状態になっていく。でもひたひたの状態っていうのは怖いかといったら、ひたひたの状態っていうのは料理でよく使うことなんでね、この状態で料理をしてもいいし、ちょっと足りなくなったら水を足せばどうっていうことはないでしょう。ところがね、これで水が足せなくなったなって、コンロがどうなるかを考えればいいです。そうするとね、水が喪失するとね、炉心溶融といって、これはね約30分で溶けるっていうのは分かってるんですけど、実際の原発でね、こういう風になってきますね。ブス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 いって、でこのぐらい水がなくなってくると、だいたい匂いも出てきて、これはいかんと思って消すんですけど、消せないんですね、原発はね。で消せなくて、さらに水も足せないんですよ。で水も足せなくて、こんなことやってたらね、どうなるかね、こうしてこう当然焦げついてね、鍋はもう全然使い物にならなくなる。でこれをね、焦げついた状態をメルトダウンっていうね。でメルトするっていうのは抜けることなんですけど、沸騰水型原子力発電所っていうのは構造上ですね、下から制御棒が上がるような構造になってる。で下から物が上がるってことはね、穴が開いてないといけないんですよ。15センチのね、鉄板でできてるからなかなか漏れないって言っても、もうザルなんだからね、穴が開いてるわけですから。そしたらここに、ね、熱いのが来たらね、抜けるのは当たり前なんですよ。だからメルトダウンを原子力発電所で起きたら、もうメルトするもね 100% 起きてるんですよね。でメルトするするとね、まあコンロでいうとこんな状態ですね、外までこう出てきてるわけ で、ここで普通止めますけど、あるいはこの火をね消そうとするんですけど、これでも止まらないんです。そうするとだん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 圧力が上がってくるので、こうしてこうシューって抜くんですよね。でこれベントという。だからこれで抜かないといけないから、ベントができるのできないのっていう話をしてましたけど、これベントしてもね、ここの火が消せないんだわ。ここをシューって抜いて水を足さないと何の意味もないんです。でも水を足せる状態ではなかったので、ベントしてもね、私はそれほど大きな差はなかっただろうと。でメルトダウン、メルトする、メルトアウトって、こうよくわからないの単語がいっぱい出てきて、それでこう幻惑されるんですけど、さっき話したようにね、メルトダウンっていうのは鍋底が焦げついた状態で、メルトするっていうのは鍋底から抜け出してコンロの周りに火が回った状態ね。でそれからさらに出ていた、まあいわば台所全体がね火事になって、もうどうしようもならなくなったっていうのがメルトアウトなんです。だけど原子力発電所も消せないんだから、もうね台所でね火事が起きてコンロがそのまま動いてたら、当然ねメルトアウトしてます。もう台所なくなってるわけでね。だから今回はこの辺で大丈夫って言ってますけど、 100% ね、私ここに落ちても海もね地下水もねもうめちゃくちゃになってると思うんですね。で1号機と3号機の爆発なんですけど、これが1号機でこれが3号機なんですね。で1号機の爆発は、ね、こう横に行くんですけど、ちょっとこの辺見るとね、 赤いスポッっていうのが抜けてこう横に抜けますので、ちょっと見てほしいです。この辺ここ ねスッと赤いのが出ましたね。で3号機はね明らかに形違うんです。こう上に立ち上ってね、この辺を見てほしいんですけど、この辺にねオレンジ色の光が光りますよね。ここね、ほらオレンジ色の光がピカッと光ったでしょ。ピカッと光ってこうモクモクモクって上に雲が上がってるんですよ。でこの雲っていうのはよく見るとキノコ雲って言えなくもない、マッシュルームクラウドってこの説明の中で言ってるんですけど、だからピカッと光ってキノコ雲が上がるって言ったら、これは何て言うかというとピカドン、通称ピカドンって言って、これ原爆のことを指すんですね。ここね、で1号機と全然違いますよ。ここはオレンジ色の光が光って、ここからこうモクモクモクとこう上がっていくわけですね。ここね、でこれねあんまり高くないように後で出ますけど、この高さが120メートルぐらいあるんです。だからこの噴煙はねものすごい高さに上ってるんです実はね。ここね、ここずっと立ち上る。そしてこの後にねちょっと比較が出てきますよね。これね、これは何かって言ったら核爆弾の、ね、実験なんです。アメリカがやったね。でこう煙の状況を見てくださいね。ちょっと見にくいです。非常に似てますでしょ。でピカッと光ってねこういうことが起きてるんですね。ちょっと巻き戻します。これ飛行機でしょ。巻き戻してね
そっくりと言っていいんですこれね。ピカッと光ってキノコ雲が立ち上がる。多分これはね核爆発だろうと思うんです、ね、そっくりですよこれね。で3号機は核爆発だと思うんですけど、ここが 120m 先にいました。でこれ噴煙高さね、これが東京タワーで、今ちょっと話題になってるスカイツリーをここにも貼り付けてもらったんですけど、見てくださいこれ。大体ねスカイツリーの高さぐらい噴煙がかかってるんですよ福島でね。低そうに見えますけど、これ遠目で見てるからでね。で3号機がねどんな風になってるか、もうめちゃくちゃなんですここね。そして光ったオレンジ色が光ったとこありますけど、それかここなんです、ここね。でこの周りを見るとこうもやしのように見えるのは、これは、ね、鉄骨なんです。ものすごくぶっといね鉄骨がへにゃへにゃになってるんですよ。だからこれはもう何万度という高温になったんだろうというのがね容易に想像つくんですこれね。でそこに何があったかというとね、さっきのとこここなんですけど、ここはね何かって使用済み燃料、使用済み燃料プールで、使用済み燃料プールはどういう風になってるかというとですね、綺麗になってるでしょこれってね、綺麗に並んでる燃料が。で、もともと使用済み燃料っていうのは、使用済み燃料っていうのはですね、すぐもう出す予定だったんですね、核燃料サイクルがあってね。ところが核燃料サイクルが全然いかないから、もうたまりにたまってですね、仕方ないのでここをぎゅうぎゅう詰めにしてるんですよ、日本はね。だからもともと私その比率自体知りませんけど、もともと80本しか入れたらいけないところを100本なり120本なりね、ぎゅうぎゅうに詰めてるわけです。でそれで余裕が ないところに事故が起きたもんで、誰もここ水足してればそれでも大丈夫なんですけど、ここ水も足せなかったのでね、ああいう風に核爆発が起きたんだろう。で使用済み燃料プールと比較してみると、3号機4号機があるんですけど、4号機の中は綺麗なんですよ、ね、取り出そうっていう話がありますけど、3号機はね全然使用済み燃料プールの話も出てこないんです。それはそう当然でね、まあ、瓦礫の山なんです上の方ですね。で燃料棒もねかなり吹き飛んでるだろうって話。で3号機の爆発のね新聞報道ではなんて書いてあるかというとね、読売新聞が3月14日に中性子は計測されていないって新聞報道で言ってるんです。でこれの大事なところはですね、中性子が計測されていないっていうところではなくて、中性子を計測されていないっていうことが分かってるわけだから、これはね中性子を測る機械を持ってたということなんです。逆を言えばね、何も分かりませんじゃなくて持ってないって。でこれを持ってる人のね話をちょっと私いろいろ人づてで聞いたらですね、どうも中性子が計測されて6国と言われてますけど、国道まで逃げたっていう話、もう嘘か本当か分からないけどね。だから非常にねこれはものすごく隠してる政府、日本政府もね。でここねチェルノブイリもうめちゃくちゃでしょ。そしてこれはね広島なんですけど、飴のように曲がってるね鉄骨がね。飴のように曲がるって言ったら、通常の爆発ではね飴のようにならないんです。鉄骨が残って周りが吹き飛ぶはずなのね。雨のように曲がってる。で3号機めちゃくちゃですけど、ちょっと見にくいですけどね、1号機のやつを見ると鉄骨の、ね、枠組みが残ってるんですよ。だから全然違うんですこれ、1号機と3号機はね同じって言ってるけど、だから3号機で核爆発が起きた。だから核爆発が起きてね、じゃあどれだけの放射能が出たんですかっていう話になると、福島は4機で、チェルノブイリがよく出てきますのでね、比較のために出してるんですけど、福島はね4機がボロボロになってね、出力はどれだけあるかって言って280万キロワットある。でチェルノブイリはね100万キロワットしかないんですよ、あんなに言ってもね。だ出力はね福島の方がね3倍も高いんですよ。それなのに放出放射能量を見るとね、チェルノブイリ1億8000万キュウリって言ってる。ところが1983年から福島4基はね、なんとね計算するといろんな偉そうなこと、77万テラベクレルでね、テラは10が何個で K はどのこうのとかっていう解説をね NHK のニュースの時やってましたけど、で誰もわからないけど分かったふりをしてたんですけどね、なんとねキュウリに直すと1000万キュウリなんです。なんでねこんなにねぴったりね綺麗な数字になるんでしょうね、この3つも4つも足してね。これは作られた数字っていうことなんです、1000万キュウリっていうのはね。それの証拠なんです。それをテラベクレルにするとね、誰も何にも分からなくなって10が大きいのが出たなっていう話になるんですけど、そうだと思う。でどうしてそうかって、ね、使用済み燃料プールにねいっぱいあってね、で供与プールっていうのは6000体ぐらいあるんですけど、まあこれを見てね、でウランの使用量ちょっと調べてみるとね、ウランっていうのは100万キロワット1年運転するのに21トンかかるんですよ、ね、これ結構
奉仕しようで、石炭ではね、これ飯塚石炭の町だったと思うんですけど、100万キロワットで236万トンいると。だから石炭はね、不経済だっていう話がね、まことしやかに言われるんですけど、このウランをね、作るのにね、21トン作るのに240万トン必要なんです。これ石炭と変わらないんですね、全然。石炭と同じなんです、掘り出すのは。それを使う最後のところで21トンでね、大丈夫大丈夫って言ってるだけでね、変わらないんです。で、21トンがあるということは、使用済み燃料がね、大体3を入れるとね、まあ、ざっと計算するとウランで100トンあるっていう計算になるんです、今回福島ではね。それが本当なんです。で、ヨウ素セシウムの放出量がね、いろいろ言われてね、まあ、キセノンはあんまり出てきませんけど、ヨウ素がね、15万テラベクレル出てましたよ。で、テラっていうと、まあ、1テラベクレルとか分かるのはね、あのコンピューターが好きなオタクぐらいでね、テラっていうともう全然よく分からないから分かったふりをするんです、みんなね。 NHK の解説者だって分かったようなふりをしてね、分かってないんですよ。その人自体が分かってないんだから、分かってない人が分かってない人に説明したらわけ分からなくなるでしょ。それと、それが起きてる。で、セシウム137はね、1万5000テラベクレル、こんなにいっぱい出てね、大変ですねっていう話をするんですよ。これね、ベクレルで言うからそういう話になるんでね、重量にしてはね、誰だって分かるんです、重量っていうのはね。で、要素はね、じゃあ15万テラベクレルを計算すると 40g です、たったのね。で、セシウム137に至ってはね、たったの 5kg なんです。で、5キロっていうのはどのくらいの量かって言ったら、比重から計算するとペットボトル1個ぐらいなんです。だいたいね、100トン言いますね、100トンのものが出てるのに5キロ10キロって済むはずがないぞ、ね、40グラムってのは卵何個分かですよ。で、嘘なんだこれがね、10倍100倍出てるんですよ。で、原爆がね、どんな風になってるかって言ったら、まあいろいろ計算すると、これ広島型の原爆なんですけど、福島全体ではね、大体ね、5000発から1万発分の死の灰があったと。で、放出量、広島原爆と比較するとね、あのさっき話しましたね、ものすごく少ないね、見積もりの、要素が 40g しか出てないっていう嘘っぱちでさえですよ。セシウムはね、広島原爆の168倍出たっていうのは認めてる、これは政府がね、計算で出るからと。そうすると、これもね、1桁、2桁。出てる。で、ちなみにチェルノブイリが500倍って言われてるんですけど、私から言わせると、あの100トンのことを考えるとね、1桁2桁出てるんです。だから2000発分、下手すると1万発分放出されてね、広島がこんな焼け野原から復興しましたって言ってもね、広島が福島がね、復興できるはずがないんですよ。1000発分降ってんならね、毎日毎日降ってるのと一緒です、広島原爆はね。で、3年間降ってる、まだ終わらないんですよ。そのぐらいの死の灰が出たんですよ、福島でね。で、福島のね、使用済み燃料がいかに100トンっていうのがいかに大きいかって言って、今まで散々いろんな事故を人類は起こしてきたんですけど、ウラル事故とかね、チェルノブイリ、その核事故でね、出て、コントロール不能になったね、核燃料よりね、福島一つだけがね、ダントツに多いんですよ、ね。で、じゃあ全然人が死んでないんじゃないかっていう話もあるんですけど、公式ではそうなんですけどね、この人泣いてますね、この人はね、なんて言ったかって言ったら、福島 Radiation decrease is serious enough to kill people、 致死量のね、放射能が出たっていうのをね、3月18日に福島県庁、これ県庁ですよ、福島県庁で認めて泣き崩れちゃったんですこの人はね。で、これなんで泣き崩れたかって言ったら、福島の未来はどうなりますかって言われたら泣き崩れたらしいんです。ちなみにこの人は私が福島第二原子力発電所にいる時の課長で、この人から事例もらって本って言ったんですけど、だこの人正直なんです。で、これ泣いてるね、誰が見ても泣いてるんです。でも我々が目にするね、東電の社員のことって言ったら、松本っていう傲慢不遜な男がね、会見してるかね、清水社長がね、なんかわけわかんない風にしてごめんなさいって言ってるぐらいで、こうやってね、本当に泣いてる人はね、出てない。これしかもね、共同が流してるんですけど、この写真はね、でこの内容もね、日本の新聞には、ね、一切報道されてないんです。外伝には出てるんですよ、これね。だから致死量が出たって認めてるんです。だけどね、日本人はね、誰も知らないんです。で、世界で初めて大都市が放射能汚染したっていうこともね、放射線汚染海からの緊急報告って2012年1月16日に放送されたので、こう NHK も認めてる。だ初めてなんです、世界でね、あんな3000万4000万の人が住んでるところがまともに放射能汚染されたのはチェルノブイリだってないんですよ。でも隠そうとする政府はですね、この人ね、消費税でめちゃくちゃやってますけど、収束宣言っていうのを出しちゃったんです。もう終わりましたよって、
ね、でこれで去年の12月の話なんで、もう終わったんじゃないのって、もう ここの中におられる方も思ってるかもしれない。全然ね、終わるはずがないんです。始まってもないんですよ、実はね。で現在の公式漏洩量でもね、もうものすごい量がね外に出てるんです、大気にバンバン。それは事故のね、あんな核爆発を起こした時のような出方はしてませんよ、もちろん。でもずっと出てるんです。でずっと出てたら人間にものすごく影響を与えるのはソ連は知ってたからね、一生懸命石炭作ったでしょ。あ、一月とかで作ったんですよ。日本はね、大丈夫、放射能は怖くないって言ってるからね、ずっと出し続けてるんですよね。例えば2号機の格納容器、まあ、こんなところいっぱいあるんですけど、こういうところで、ね、72シーベルトの放射線量があったというとですね、ちなみにこれあんまり量が高すぎてね、よくわからないんですけど、広島の爆心地でさえですよ、即死のところ103シーベルト、まあ、ほとんどね同じところ1時間いればいるようなところがね、もう山のようにあちこちにあるんですよ、原発の中でね。それでね、どうしてね収束したかって言ったかといったら、もうこれは金のためですよね。収束したって言わないと福島に人が行かないからね。じゃあ見通しはどうなんだろう。さっき言いましたね、最初ね、人類には原子の火は止めることができない。で30年で入ろうと言ってるんですけど、原子力事業者がですね、30年って言ったらね、これはできないというのと一緒なんです。なんでかって言ったら、30年っていうのは30歳で大体独り立ちした人が60で定年迎えるんですよ。そうするとね、もう30年後は誰も分からないわけがね。で30年で起きる。で例えば高速増殖炉も30年で実用化するってこう言ってたんですけど、30年経ったらね、今度は50年後に実用化するっていう。だからできないんですこれね。で今後もね、燃料がもう下に溶け落ちて何が何だか分からないんでね、3リーカーをね何回も起こすと思う。で事実東京の方ではね、要素がね何度も出てますよね。でどうするんですかって言ったら、これは初めての事故なんで収束方法は誰も知らないんですよ。アメリカも何も言ってこないでしょ。それ言ったってね、除染のことは言ってきてるけど、収束の仕方なんてね誰も知らないから。で人類史上最大最悪なんです、この災害はね。で福島の人は大変だなって、誰か助けてあげないといけないなと思ってる人もいるかもしれません。地球上にいる限りね、この災害から逃れることはできない。もうここにいる人はもちろんそうなんですけど、ニュージーランドの南半球でさえね、もう当事者なんですこれはね。でどういうふうに当事者になるかといったらですね、汚染の状況なんですけど、ここは福島で、この辺がね九州なんですね。これは西海岸ね。でこうして福島からは煙というか放射能の曇りが雲が出ていくんですけど、放射能っていうのは煮ても焼いても減らないんですよね。拡散するだけなんです。で時間とともに減るだけだから、当然ね、こうすると日本は一番、福島っていうと大体なんですけど一番東にあるんですよね、日本の中でね。そうすると大体偏西風が走るんでこっちに逃げるんです。だから日本列島自体はそんなに汚染されて、もちろんこの関東近辺は別ですよ、汚染されてないんですけど、全部ねこう見てるんですよ、アメリカのね西海岸に行ってるんですよ、放射能がね。で渦巻いてるでしょ。でここも渦巻くから、実はね これの一部がオーストラリア、ニュージーランドに行ったんじゃないかっていう話があるんです。で実際出てるんですよね。でここはね西海岸ね、ここアラスカね、ロシア、中国ね、韓国に、日本なんか ここだからね。でどうなったかって言ったら、見てください、西海岸もね比較的汚染されてる。もちろん福島のようにここは汚染されてないんですけど、ね、アラスカ、シベリアに、中国も汚染されてる。でこれは私が作ったわけじゃなくてホームページに公開されてるんですけど、恐ろしい話なんですこれね。じゃあヨーロッパはどうかっていうとね、ヨーロッパのやつもちょっと見つけたんですよ、ある人で。こうやってこうやって、ここは日本だからね。そうするとほら見てください、ね、渦を巻いてね、ヨーロッパだってもう行ってるんですよ、大気中にね。大気中にもうずっと漂ってるんです。だから雨に濡れたらね、当然ね被爆しますよ。で海はどうかね、4月6日もうなんか福島の沖の魚は大丈夫ということで出荷されてるみたいですけど、8月ね、これ11月で3月、これシミュレーションなんですけど見てください、これハワイね。だね、福島なんかここだからね、ここのね魚介類がね大丈夫なはずがないんですよ。でこれシミュレーションなんですけど、ここの方は大丈夫になってるけど、もう大気からも降ってるのでね、もうほぼね全地球がねセシウムで汚染されてるんですね。だから福島食べて応援って、食べて応援したらセシウムも食べてるのと同じなんです。で
でもね、御用学者はどういうかって言ったら、いかに低く見せようかっていうことに必死になってね、やってますからね。放射能の効果推定ってこうグラフを作ると、これでね、いや、今回の福島の事故で起きた放射能は核兵器最盛期の1万分の1ぐらいだから全然怖くありませんよっていうのをね、佐賀市のね、武雄の役人も言ってるみたいなんですけど、自分で考えてないんですよ。これね、これグラフなんですけど、ここが核実験の最盛期ね。核実験の最盛期って言ったら、これ1万分の1って言ったら、ね、ここなの。平常時が1万分の1になってた。事故が起きたら、ね、全然違うんです。事故が起きたらどうなるかって言ったら、ね、これ文部省が出してるんですけど、九州は、ね、この辺なんです。だから九州の熊本が一番少なかったんですけど、九州もね、1970年当時の、ね、核実験バンバンやったぐらいは、ね、ずっと降ってるんですよ。でもね、福島がこれで、茨城はここなのね。茨城見てください。一番高いところはね、今まで降ったことのない放射能がね、もうすでに降ってるんですよ。で、福島はね、どれだけかって言ったらね、ようやく発表してきて、3月にね、334万ベクレル降りましたっていうことはね、もう半年か1年以上経って忘れた頃に出てきた。もうこのぐらいになったらもう誰も注目しないからね。でも334万ベクレルって言ったらね、大体この辺なんですよ。でこのグラフのね、恐ろしいとこはね、これ理系の人なら見たこと、対数グラフって言うんですけど、10倍ごとなってる、この一メモリがね。だからここは10倍、100倍、1000倍、1万倍ね。で福島はその上だから、10万、100万、福島はこの辺なんです。だから福島ではね、今まで核実験でチェルノブイリどころの騒ぎじゃないね、放射能が降ってる。で宮城はどうかって言ったら、宮城もね、出してないんです。1年間壊しっぱなしにして、ようやく最近さすがに避難が出てきたんでしょうね、発表しだしましたけど、最低の検出単位が、ね、この辺りなんですよ、宮城県はね。これぐらい、これ以上出たら出たことを認めるって言ってるんです。しかも4週間おきにね。だ宮城県がね、私一番最もね、危ないと思ってるんです。人口も多いしね。で日本の汚染状況を今日お配りしたですね、新聞記事の裏の方に出てるんですけど、それを見ていただけるとね、かなりのところがね、汚染されてる。でもこの汚染地図を見てもね、じゃあ実際どのくらいかっていうのがなかなかわからないので、ね、ちょっとわかりやすく出して。で空間線量率っていうので、その地図が書いてあるんですけど、空間線量率とね、表面汚染の大体相関があるんですよ。で原子力発電所では空間線量率では管理をあんまり区別せずにですね、表面汚染で大体区別するようになってる。で環境汚染というのはね、結局ここで測ってるわけだからね、ここがどう汚染されてるかが分からないと意味がないんです。じゃあここがどれだけ汚染されてるかっていうのがさっきの地図でね、例えばね、 1.3 マイクロシーベルトっていうのは表面汚染でいうと400キロベクレルパーヘイレぐらいになるんですけど、 1.3 マイクロシーベルトっていうとね、そのグラフを見ていただけると分かるんですけど、だいたいね、赤いところが入るんですね。赤いところっていうと郡山ぐらいまで入ってくるんですよ。だから郡山まで入ってくるっていうことは、郡山に住んでる人ね、福島、二本松ももちろんそうなんですけど、中通り方なんですね。こういう格好してないとね、原発の中ではね、法令違反になってね、捕まるんですよ。そのぐらい汚染されてるね。だそういうところでね、運動するのはもってのほかですね。育てたね、牛、もうどうしても牛を育てたいっていうならね、こういう全面マスクをさせてね、育てないといけないはずなんですよ。でも安全安全食べて応援でしょ。で40キロベクレル、だいたい 0.13 マイクロシーベルトぐらいになると、これはね、マスクをする必要はないんですけど、そこから汚染を持ち出さないためにね、こう服を変えなくちゃいけない。で水があるところに、ね、アノラックと言いますけど、ビニール製のカッパを着ないといけない。じゃあこれはどこかというとですね、だいたい色がついてるところは 0.125 マイクロシーベルトと一緒なんです。それを見るとだいたいね、浦和とかね、もう関東が全部入ってるんです。だ関東に例えばディズニーランド今度の夏休みに行こうと思われてる方いるかもしれませんけど、そういう場合ね、必ずこういう格好してね、で物は捨てていかないとね、本当はいけないんですよ、原発ではね。その裏汚染されてるんですよ。だから大都会が汚染されたのは初めてだっていうのはこういうところにあるんです。じゃあどういう危険が、どういう症状が出てるかって言ってね、2011年の5月福島県の浪江町で耳のないウサギがね、生まれてる。だけどこれは5羽ちょうど生まれたんですけど、5羽のうちね、1羽だけがね、こういう耳のないウサギ でちなみにウサギっていうのはね、大体受精から35日で生まれるらしいので、ね、大体青いんですよ、4月から5月とかね。でこれ生まれてる。で白いカラスっていうのが出てきてね、これ2011年の9月の岩手県なんですけど、で
アレビノっていうのは白い発火なんですけど、異なる突然変異で原因は不明なんですけどね。岩手日報ではね、市民は震災のストレスかもって、ストレスでねカラスがね白くなったっていうことをね平気で言うんですよね。それ新聞が書いてるんですよ、市民の声を書いてきてね。で山口県ではね黄色いアンコウが生まれてね、これ熊日なんですけど、白いナマコも生まれてるんです。白いツバメも出てるしね、白いカラスもね出てますよ新聞に、福井県とかね。でスリーマイル原子力事故っていうのが起きたんですけど、これ1979年3月28日にね、こうやってね炉心がボロボロに溶けて放射能がいっぱい出たんです。まあ出てない出てないって原子力の推進派は言ってるんですけどね。でそういう時にスリーマイルで見られた奇形っていうのがあって、もう こんなのねこうパカッとこう2つに赤と白で分かれてるんですよ。相当の牛がいたりね、バラからバラが出てるんですよ。こんなのねひどいねと思うかもしれないんですけど、滋賀県でねこうバラの中にバラがあってね、埼玉県ではねなんかお化け指が出てる。で高知県でねこう見てくるんですよ、ツートンカラーの、ね、梨ができてる。でこれもねツートンカラーのみかんなんですけど、これはね天草の深見町というところで 熊本なんですよ。でこれは2色の菊ね。でどれもねめでたい、甘さ半分いや全部みたいなね、どうでもいいこと書いてこのおじさんとか笑ってますよね。こういう笑ってるんですけど、スリーマイルで見られたことがね日本でも起きてるんです。で今度はねノバスコシア州ってカナダのところでね、こういうねツートンカラーの、ね、エビまで生まれてる。これが福島のせいかどうかは分かりませんけど、そういうのがね出てきてるんですよ。で2012年6月にはね、ちょっと私ツイッターしてみたら、日本指の、ね、子猫が生まれてるんですね。これ日本でしょ。そして2012年1月の京都府でね、こう相当なね鮭の赤ちゃんが生まれてるんですよ。で9月の茨城県でね、ムクゲっていうのがちょっと私は陰気苦手なんであるんです、こういう一重のやつがそうなんですけど、こういうね綺麗なね八重のムクゲがね出てきてるんですね。でじゃ熊本市はね離れてるから大丈夫かと思ってるのかもしれませんけど、九州ね。だけどさっき見せたように汚染は全世界中に広がってるんでね、出ないはずはないんです。で注意深く見てるとね、今年の私の家の近くの小学校の花水木なんですけど、見てください、これね花弁がね1枚余分に出てる、てかおしべめしべがね花弁に変わってるんですよ。でタンポポはね山のようにね一つの株から花が出てるしね。でこれは椿で、うちの庭の椿サザンカなんですけど、見てこれは普通赤いのにねこう白くね抜けてるんですよ色がね。で皆さんの中で園芸とかを楽しまれてる方がおられると思うんですけど、飯塚は特に盆地なのでねたまりやすいので、どうもね今年の園芸はねなんか色が褪せてるとかね、多分虫は減ってると思うんですね確実にね。もう熊本でも減ってるし屋久島でも減ってるって言ってたんで、虫が減ってるとかね、セミの鳴き声がしないとかなるとねちょっと気をつけてほしいね。そしてこれね、メジロとかがね今年は小鳥が全然いないって言って、12月30日の熊日でね、それは日本中で言われてる。で熊本市のねところで私初めて見たのスズメが死んでるんでね、何も外傷もないのにね。で虫や鳥や木が消え始めたら次は人間が消えていく番だ。だんだんね虫や鳥がなくなってるしね、木もね東京の方でもイチョウが枯れてるらしいですよね。でじゃあなんでねこれ本当はね日本野鳥の会が野鳥が専門なはずなので、なんか言わないといけないですね野鳥の会がね、こんな新聞に載る前ね。でもね原因は不明不明って言ってるんですよ。なんでかって言ったら日本の野鳥の会のスポンサーホームページがあるのでぜひ見ていただきたいと思うんですけど、個人会員と法人会員っていうのが分かれてて、法人会員の方を見るとね東電からね全電力がね全部入ってますよ名前ね。中部電力入ってないけど中部なんとか環境工事とか中部電工環境工事とかなんかそんなのがするだから、スポンサーがね電力会社なんですよね。放射能のせいって言ったら困るでしょ。だからね日本野鳥の会はね何があってもねこう認めないんです。で放射能と放射線っていうのがあって、放射能と放射線これね非常に厳密に区別しないといけないんですけど、放射能っていうのは、まあ、普通はね放射線を出す能力のことを言うんですけど、まあ日本では大体この放射性物質のことを放射能っていうんですね。で放射線っていうのはピーッと出るやつで、放射能っていうのはこの物質そのものを指す。で3月の15日の発売のアイラがどういう特集を書いたかって、ここに放射能が来るって書いてあってね、こういうガスマスクをつけてるんです放射能のね。
で、これは当時ねものすごく叩かれてね、マスコミにもね不安を煽るなと、あいらはね商業主義でこんな雑誌を出したらけしからんって言って、あいらがね誤されたんですよ、みんなから非難で。でもね今になったら分かるんですけど、3月15日これが発売された日にはね東京に放射能が来てるんですよ。本当のこと言ってね、これやったらね刺激的って言ってね非難されるんですよ。でここはね放射能が来るの、だから放射線が来るじゃない、全然怖くないんです。放射能が来るじゃないといけないんですよこれね。で放射線っていうのはアルファベータガンマっていう3種類があって、でねこれもこれ本当なんですけど、人工放射線もね自然放射線もね、このアルファベータガンマっていうのはね全部同じなんです。で医療用の放射線っていうのはどういうやつかっていうと、レントゲン室がありますね。そこで電気をバンとかけると X 線が出るんですけど、この電気を消したらね全部消えちゃうんです、何事もなくね。だからレントゲン室に入るのは誰が入ってもいいし、あのレントゲンを使ってなければですよ。で消したらね当然消える。だからね放射性物質は飛んでこない、ね、放射線だけ出るんです、出て終わりなの。これがね放射線と放射能の違いだけど、特にね医者が多いんですけど、あの向こうに住んでる人はね 0.3 マイクロシーベルトあるとこれホットスポットでね怖い怖いって言うんですけど、医者はどういう計算をするかっていうとね、 0.3×24×365 でね 2.6 ミリシーベルトだと。これはね頭部 CT1 回分にしかならないんだよ。お前ら 0.3 のところにいてねビビるぐらいだったらね、俺はもう20ミリシーベルト浴びてんだからね、俺の方ががんになるだろう、お前はね何も科学も何もしないバカだみたいなことをねこう偉そうに言ってるんです、みんなね。だけどこれはねこう言ってる方がバカでね、これは内部被曝につながるんです。放射能がありとあらゆるところに出てるんだからね。で内部被曝と外部被曝になるんですけど、外部被曝っていうのは人体の外にあるんです。だからここにある場合は人工放射線であろうが天然放射線であろうが全然ね関係ないんです。区別しなくていいんです、瓶の中に入ってればね。だけど中に入った途端にね全然違うんです。だから ここの内部被曝をするっていうことになった途端にカリウムかセシウムかね大きな問題になる。ここにある場合はカリウムであろうがセシウムであろうがね全然関係ない。その2つをね混同させてこようというのがね応用学者なんですね。でどういうふうにして混同させるかって、これ山下俊一っていう福島の放射線アドバイザーの人なんですけど、シーベルトの数値が同じであれば外部であっても内部被曝であっても人体の影響は同じものですっていうことをねこう最初に言うんですね。で正しいことを言って途中で変えて、あとこのまんまのレールでいくのでね、これをね認めてしまうとね放射能全然怖くなくなるんです。でベクレルをねシーベルトに換算しましょうっていう実効線量係数というのがあってね、これはもう都合のいいように作られた係数なので、いくらね野菜や何とか食べてもね被曝しないことになるんです、内部被曝はね。で核分裂生成物、まあ、セシウムとか出てくるんですけど、さっき言ったように2つ出るんです。だからセシウムのね137、まあ、規制の要素が出る130ぐらいと、その片割れがね必ずいるんです90ぐらいね。だからストロンチウム90もね大体1対1で出てるんです、どこにいるかは別にしてね。だからストロンチウムが出てないっていうのは嘘なんです。セシウムが出てれば、ね、ストロンチウムもあるんです必ずね、核分裂生成物で。放射性改変っていうのがねどういう風になるかって言ったらね、例えばスズだったらね一回ね半減期でね止まったら終わりじゃないんです。スズがアンチモンに変わってテルルに変わって要素になってキセノになってキセノになってようやく変化する。だからね放射性物質っていうのは一回半減期が来たらそれで放射能がなくなるわけじゃなくて、半減期になった物質も放射能をずっと出し続けていくんですよね、安定するまでに。だからセシウム137はどうかって言ったら、ベータ線を出してバリウムになって、そのバリウムがまたガンマ線を出してようやく安定する。だから放射性物質の半減期だけでは、ね、全然見たらいけない。でじゃあ放射能の、ね、内部被曝はどうなってるかって言ったら、いろいろねセシウムは筋肉にするとかいろいろ書いてますけど、さっき言ったように放射性物質は、ね、いっぱいいろんなものが出てくるわけだからね、セシウムとかなんかある程度分かるのありますけど、全然分かってない放射性銀とかね、金だってあるでしょ、水銀だってあります、放射性のね。そういうのがね人体に入ったらどうなるかなんて、ね、誰も何にも知らないんです。知らないのにね、なんでベクレルをシーベルトに直せるのか、これ、ね、嘘ついてるからね。で放射性要素はどうなるかって言ったら、放射性要素っていうのは、要素っていうのは甲状腺ホルモンに使われるんですね。だから甲状腺ホルモンは、甲状腺はここにあるので、
で要素というのは非常に日本人にとってはそうでもないんですけど、人間一般にとっては非常に摂取しにくい貴重な元素なので、取ったらね必ずここに濃縮するようにできてるんです、人間の仕組みがね。だから放射性要素もわからないからね、人間人工放射線が放射能がここに集まるんです。でここでがんになると言われてるんですけど、このがんになるのがね恐ろしいことに1986年に事故が起きて 4,5 年はねほとんど増えてないんです。 4,5 年経ってようやくねがんが増えてる。だからねなんて日本政府がね要素で甲状腺がんが起きないと言ってるかというと、チェルノブイリで 4,5 年はね出ないことが分かってるから、ね、確信犯なんですこれね。で放射線ストロンチウムっていうのはどうかというと、これストロンチウムのここにあるんですけど、カルシウムの、ね、下にあるんです、こう周期表なんですよね。で化学の周期表をちょっと勉強した人は分かると思います。縦の列は非常に似通った性質を持つ。だからストロンチウムとカルシウムは似てるので、ストロンチウムは、ね、カルシウムと間違えられて骨にくっつくんですね。で骨にくっつくと、骨っていうのは骨髄と言われるように、骨 の、ね、あの白血球の工場なんです、ここはね。で骨にくっつくとなかなか排出されないんです。でストロンチウムがどれだけでね全身の骨に回るかといったら、骨神経というのがあるんですけど、それをね、まあ、ストロンチウムに似たようなやつなんですけど、それを注射すると約ね 3,4 時間でね全身の骨に分布するんです、注射するとね。だからストロンチウムに入って魚とかなんとかを食べたら1ヶ月後に出るんじゃなくて、もう翌日にはね私全部の骨にね吸着してると思う。そのぐらい恐ろしいんですね。で半減期30年なので、まあ、人間が生きてるうちにはね亡くならないんです、これはね入ってしまってね。でセシウムはどうかって言ったら、セシウムはここにあってね、カリウムの下にある。でカリウムはいろんなところに分布するんですけど、特にね筋肉とかに分布するんですね。で筋肉に分布すると、例えば普通の骨格筋って言われる自分で動かすところはですね痙攣とか起きるぐらいだと思うんですけど、心臓に入るとねこう心不全の影響になるね。だって心臓が止まっちゃうと人間死ぬわけだからね、そういう怖いところ。でセシウムはどういう性質を持つかね、ちょっとここでこれ見てるんですけど、これがねリチウムで、リチウムイオン電池で使われているリチウムなんですけど、リチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム、ルビジウム、ごめんなさい、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムというこれがねアルカリ金属と言われるものなんです。でリチウムというのはこれで、さっきお話ししたように携帯電話に使われるんで、でどれもね柔らかくて非常に反応がね富んだ物質なんです。じゃあこれナトリウムね、これね、これナトリウムで、ナトリウムをするとさっきよりねスッと黒くなる。でこれカリウムなんですけど、カリウムを切るとねもうすぐね黒くなりますよということをこのビデオでは言ってる。でこのあとルビジウム、セシウムってくるんですけど、この2つは常温で液体の金属なのでこういうことができないのでこれやってる。でこれはね水に入れる実験なんです。これリチウムですね。リチウムを水に入れるとこうシューッとこう泡気体ね、これ水素なんですけど、水素を出して溶けていくんですね。で次、あごめんなさい、ちょっと余計なとこ押しちゃってる、ちょっとごめんなさいね、もうちょっとここもう一回やりますから、飛ばせないでね。これリチウムね。でリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムです。すいません、ね、ちょっと重なりますけど、ちょっと見ていただきたい。でナトリウムはね空気に触れると反応が激しいので、さっきみたいにオイルの中にあるんですね、あれ灯油の中なんです。でこのナトリウムをいっぱい使ってるのがモンジュなんですよ、ね、モンジュのナトリウム漏れ事故を起こしたらとんでもない被害が起きたですよね、ちょっとだけでもね。でカリウム、これはカリウムですね、すいませんさっきちょっと間違えたの。でリチウムね、リチウムは水に入れるとこう水素を出しながら水酸化リチウムに変わって溶けていくわけですね、これね。これは、ね、ナトリウムなんですよ。
でナトリウムは食塩の元なんですけど非常に安価なものなので、もしかすると高校の時にね水に落として遊んだ人がいるかもしれません、実験施設はね。だからナトリウムを水に足すと水素が発生して水酸がナトリウムになりますよという。これはこのぐらいですね。次カリウム入れます。カリウム入れるとねちょっと反応がだんだん激しくなってねこう火が出てくるんですね。カリウムここね、でルビジウムがここになります。ルビジウムこれね、でルビジウムになるとねものすごい反応がね強くてねポンポンポンってこの中でポンポンポンって飛んでますね、こうやってね。じゃあセシウムはどうか、一瞬で終わるのでね見てほしいんですけど、ルビジウムはね、あ、ごめんなさい、セシウムはねさっき見たようにもう塩なんかよりもはるかに強い、ね、反応性を持つんですよ。でさっきのセシウムがねタバコにも含まれてますので、タバコ吸う方はねこれは100ベクレル以内は出すとですね、混ぜて出すと JT が言ってますから、タバコを吸う人はぜひねもうこれはで、セシウムのね振ってはね641度なんで、タバコの火はね700度なんです。だから吸うたびに液体になって気体になってですね、自分の肺に入るとともに副流煙になって出ていってますからね。でタバコの肺にもセシウム含まれてますから、1本や2本なら大したことはないでしょうけど、ま、タバコというのは毎日30本40本吸うでしょ。で1年2年3年4年ってずっと吸っていきますよね。だからそのたんびにねセシウムが微量にどん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 肺に取り込まれていることは忘れないです。で内部被曝は何が怖いかというとね、がんとか白血病ばっかりなんですよ言ってるのはね。でがんになりますよ、白血病になりますよ、でもこのぐらいじゃがんになりませんって言ってますけど、本当はね細胞が死んじゃうんですよね。で血管がね死ぬとね突然死につながる。で心筋梗塞とかね脳卒中が増えてるんです実際ね、東京圏で。でこれがもしね目で来るとね目が見えなくなる、失明ね、失明も起きてますよ。あの C さんという方が昨日亡くなられたんですよね。あの方最初に目が見えなくなって心臓が悪くなって亡くなられましたね、半年のうちにね。もちろんこれかどうかは確実に。あとはね頭にも関係してくるので、知能低下っていうことがね東京で今までできてたことができなくなったっていう人が、ね、もちろん全員には起きないんですよ。だけどそういうことをね言う人が実際に出てきてますよね。でも十分な評価は全くされてない。で東北大震災ではね、過去の大震災では例がないんですけど、心不全とかね脳卒中が優位に増加してた。だからこれストレスのせいにされてるんですよね。でも東日本大震災だけなんです。他のねいろんなところでね調べてもねこういうことが学会で発表されてる。でどういうことが起きてるか、プレジデント元編集長がね50いくつの人なんですけど、途中で自転車に乗ってたのにパタッと死んでるんですね。で突然死、若者っていうのもね、その20歳30じゃないんですよ、10代の子がねバタバタ死んでるんですね。これは福島県なんですけどね、高校生がね授業中に死んでるんですよ。で22歳の女性保育士がね9月10日にね室温が30度前後だったのに熱中症で死んでるんですよ。で駅伝練習してた9月30日にね練習してた11歳の小学生が駅伝の練習が終わったら死んじゃってね、高くなくて熱中症ではなかったって話なんですけど、もう今年はね25度でも熱中症が出てますからね。でくも膜下出血ね、これは福島のものすごく光線量のところがくも膜下出血で死亡してる、中学生かな、中学生でしょ。で横浜のね16歳のこれはあの特殊学校の子なんですけど急に死んじゃってるんですよ。で千葉県の富津ではね中学2年生の卓球部にものすごく元気だったのにランニングトレーニング終わってね帰ってきたら肺出血、肺からね血入って死んじゃってるんですよ。これはほんのごく一部でね、もう山のようにねこういうのがあるんです。で福島の方ではどうかって言ったら2人ね死んでるんですけど、女性のやってる人がね、でもこれは放射線の被曝が少ないからね放射線の影響じゃないって言ってる。で福島の子供たちはこういうねフィルムバッジをね持たされてるんですね。で安全安全って言ってね、熊本の小中学生にこんなの持たせてないでしょ。で子供はね全部わかるからね、どういうこと書いてあるかって、福島の子供たちからの手紙キッズボイスっていうのはね
小学校1年か2年の子なんですけど、私は何歳まで生きられますかっていうね文章書いてるんですよ。それは安全安全って周りが言ってもね、フィルムバッジをつけるしね、あそこホットスポットだから使うなとかね、そんなこと言ったらね小学校1年の子はねごまかされませんよ。じゃあなんでこんなことが起こるのかね、それを知るにはやっぱり原発のことだけね考えてたらねわからないんですよ、日本政府がこんなバカなことをする理由がね。だから始まりは広島長崎だと、これね原子力その隠蔽された真実、人の手に負えないエネルギーの70年史っていうの、この、お渡しした冊子の中に書いてあるので、ぜひ買って読んでいただきたいんですけど、この関東軍ね、なぜ地震と津波でこれほど広大にして長期にわたる被害を出すような施設があそこにあったのか、だから私は今までどのようにして起きたかっていうのを説明してきましたけど、なんてね津波があったらああなるのは誰も分かってたのにね、なんであそこにあったのか、そこを知らないと全体像が見えてこないで、話の始まりはね、広島長崎で暮らしていた人々の上に落とされた原爆であるとは、原爆を知らないと今回の被害も瓦礫のこともね何も分からないんです。コップの中で騒いでるだけに終わるんですね。でこれはね広島長崎の実際の映像なんですけど、これねこれ B29 エノラゲイって言われてますけど、 B29 はどこが作ったかって言ったらボーイング社なんです。だからボーイング727とかね737とか、あれはねおそらくこれがね全部元になってる。でこれが広島の原爆ね、どのくらいの大きさかって言ったらね、この後人が出てくるんですけど、直径が70センチで全長3メートルぐらい、ちょっと見れるぐらいの距離、ここねここ人がいるでしょ、このぐらいのねちっちゃい距離ね、ちっちゃい大きさなんです。でこれエノラゲイって書いてあるんですけど、このエノラゲイっていうのはパイロットのお母さんの名前らしいんですよね。で8月6日のね8時15分に原爆を広島に落としてるんですけど、広島はこの原爆が落とされるまで1回の空襲あってないらしいんですよね。それはね緻密にどれだけのね被害が及ぶかを調べるがためにねアメリカが残してたと思う。でなんで8時15分かっていうと、8時15分はみんなラジオ体操とかでねいっぱい外に出てるんですよ。人間がね一番が屋外にいる時間なんです。だから核兵器のね状況を調べるために8時15分にわざわざね落としたんですよね。ここね。で8月6日に落としたんですけど、8月6日ね東北大震災ではだいたい本当の死者が分かるまでにこの発達した状況でもね1月2月かかったでしょ、 人数がね何人死んだか。でこれはねなんとね3日後に長崎に落として8月9日ね。そうするとこんな被害があってね3日でね戦争をやめることまでね決断できるはずがないんです。それ今でもそうです。今でもねここに原爆が起きたらね、だってカメラのクルーだって入れないんだからね、どういう被害が起きたのかさえわからないんですよ3日ではね。それでね落としたということ、これはねアメリカはね 2発落としたくて落としてるんですね。これそれも忘れてはいけない。これも長崎ね、もう焼け野原ですこれね。でなんで2発かって言ったらね、これね実は広島型原爆と長崎型原爆は形が原爆と言ってるんですけど全然違うんです。これね見てください、これ燃料はねウラン235なんです。これね見てください、これプルトニウムの239なんです。だからね2種類違う原爆をねアメリカずっと研究してたんです。だから2種類落とさないとね、1種類だけ落としたってこれ使わなかった意味ないでしょ。だから2発落として3日後にね、だから原爆があるんです。だからね核兵器のガンもね核兵器のことを隠したい。だからどういうかって言ったらね、山下先生さっきも出てきましたけど、現在20歳以上の人のがんのリスクはゼロです。ですからこの会場にいる人たちが将来がんになった場合は今回の原発事故に原因があるのではなくて日頃の不摂生だと考えています。ね、2011年4月1日に三立村で言ってる。でがんのリスクが上がるのは年間100ミリシーベルト以上である、それ未満であればリスクはゼロと考える。もう切り捨てなんですね最初からね、起きるはずないから起きたって知らないよっていうこと。でどうしてか、水俣病と原発事故って、これね、重松さんっていう人なんです。この方この間亡くなられたんですけどね、この人はね水俣ではね水俣病被害とね窒素の因果関係はないってね報告して、腐った魚を食べた生徒かなとかっていう報告をしてるんですね。でそれでこの人は嘘だ言ってたんだということで
避難されていなくなればまだ日本は健全だと思うんですけど、そのままずっと居続けてね、なんと同じ人がねチェルノブイリに調査に行って、汚染地帯の住民には放射能により健康被害は認められない、むしろラジオフォビア、放射能恐怖症により精神的ストレスの方が問題である。チェルノブイリがね今どうなってるかちょっと見ればものすごい被害が起きてね、みんな泣いてるんです、お母さんとかね。それなのにね放射能恐怖症が怖いって言ってね、これがねずっと生きてるんです、未だにね。でこの人の弟子がね長崎茂の、これ知ってる人は知ってるでしょうけど、さっきの山下先生、もう全部ねつながってるんですよ。で米国が原爆投下後23年後に出したね国連原爆白書、もう実は9月にも同じこと落とした時に、ね、9月にも同じこと言ってるらしいんですけど、残留放射能による被害はなし、生存被爆者は全て健康、もう言って国連で言ってね、日本も認めてるから、これはね世界の共通認識なんですよ。これがね原爆被爆者手帳を持ってみんなにあんな苦しんでるのね。で ICRP が何て言ってるかというと、現地の住民に被爆のリスクを受任せよと迫ると。で被害が現れるとね、自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて、科学的には因果関係が証明されていないから、その被害は原発の放射能が原因じゃないよ、俺は知らないよっていうことをね、ありとあらゆるところで言ってる。これは福島1991年のことなんでね、これはどこかといったらロンゲラプトとかビキニ干渉の事故でさえそうですね。もうありとあらゆる、ね、核兵器を使ったところは、ね、こういうことをね言ってるんですよ。だからもう全部ね、結局ね、なんでかといったら内部被爆っていうのは核兵器と密接に結びつくんですね。だからもし福島で内部被爆で人が死んだことになると、この次は核兵器を廃絶しろっていう話に必ずなるんです。そしたら困るのは誰かといったら核兵器の保有国なんですね。で核兵器はどこが保有してるかって言ったら、まあ、連合国の、まああれですね、5つの大国ですね。アメリカ、ロシアね、あとイギリス、フランス、中国でしょ、インドとか持ってますけど、だからね、そこがね核兵器を持ちたいもんだから内部被爆は絶対隠してくるんです。だけど我々は何が他の国民と違うかって言ったらね、広島長崎のね耐え難い経験があるんですよ。で例えばね、平俊太郎医師という方は当時被爆当時28歳で、今ちょっと体調崩されてるみたいですけど、全国を講演されてるんですね。でこの方あんまり出てなくて、ちょっと私非常に残念に思うんですけど、被爆当時14歳だった橋爪文さんっていう人、この人もね綺麗な詩を書いてね、涙なしにこう読めないような詩とか書いてね、で60歳になって初めて英語を勉強し始めて、反逆アンギャの一人旅とかなんとか行って、スコットランドに行ったり、オーストラリアに行って、ニュージーランドに行ってね、原爆の被害のことをあの日本語で話して、現地の方に通訳されて、毎年ね体調悪い中行かれてるね。でこの方は中澤啓治という人なんですけど、これはね裸足の弦の作者なんですね。で被爆当時6歳だったんです。でもこの人は非常にやっぱり絵の才能に恵まれているので、私なんかでは無理なんですけど、目の前で起きたことをね全部頭の中に克明に記憶してたんですよね。でそれを20年後か30年後かちょっと私知りませんけど、表に出したのが裸足の弦ですね。で裸足の弦の中でどういうことが言われているかって、入試というのがあって、入試被爆と言われるのがあって、これは熊本県のね兵隊さんで、被爆10日後に広島の現地の状況がひどいから助けに行ってくれって言って、ピカにも何もあってない、原爆にあってないんだけど、急に死んじゃったんですね。で弦を最初おぶってたのに途中で悪くなって、もう急に死んじゃったんです。で見てもらおうと思って、弦、これは裸足の弦なんですけど、弦が持ってきたら、なんて言ったかって言ったら、この人はね、これお医者さんですけど、下痢をしたり血を吐いたりして寒がったりしなかったか、うんうんと、こうやってねもう山のように、ね、死んでるんですよ、人がね、入試しただけです。入試してピカは合ってないんだから、放射線は浴びてないはずなのに、これだけ死ぬっていうことは、もうこれ内部被爆なんです。だから入試被爆はねあるんですよ、あるけどね、日本政府はねアメリカ政府の手下だからね認めてないんです。で原爆ブラブラ病っていうのがあって、特にね大変な後遺症なんですけど、死ぬことはないんですけど、非常にだるい、仕事ができない、家事が出ない、できない、そういうのがで、原因がわからないんですよ、治療法もないよと。でなんか出方も症状もみんな違うと、みんな同じ症状じゃないんですよね、だるかったりなんたりするけどもね。でいろんな検査をして異常がないと、で医者は何て言うかというと、病気じゃないよと、原爆にあったショックの精神障害だからだんだん良くなるよっていう気休めを言うんです。でも患者さんは納得しないけど、
どこの医療機関を行ってもね、同じことなんですよ。検査して異常なしだからね、それは精神状態。今回もそうです。福島の人は地震をね、精神障害でね、放射能が怖い怖いって言ってるからね、精神障害だからだんだん良くなる。で、黒い山ね、井伏鱒二の本なんですけど、これも内部評価の本なんですよ。実は教科書だと私思うんですよ。もし発病初期に体のだるさを感じたら、何よりもまず休養して栄養を取ることが肝心である。無理をして仕事をする者は、下手な植木屋が移植した松の木のように次第に気力を失って生命を絶っていくと。発病が体の一極部に現れると、この病気特有の痛みを痛感じ、肩や腰の痛みも他の病気とは比較しがたく症状である。これも 全部が、ね、内部不安の症状ですからね。じゃあ今どうなってるのか、東北の、ね、精神科医の人とちょっとツイッターの仲間の人でこういうこと言われたんですね。患者は本日受診したが、不眠、食欲低下、強い倦怠感、気力、集中力の低下を訴えており、特に原因として思い当たる出来事もない。精神科的には抑うつ状態というべきものであり、休養と抑うつ状態の薬物療法が必要だと。これいつ頃からですかって言ったら、ね、最初は精神錯乱のところでもね、なんだかだるい、仕事は好きで職場も好きなんだけど、なんかやる気が起きなくて動けないなっていうのは、今年に入って、今年の1月ね、入ってからコツコツ。これね、ブラブラボス病そのものなんですよね。だからもう東北ではね、この人仙台なんですけど、もう結構出てきてるんです、これね。あとはね、記名力障害というのも出てくる。新しくね、体験したことをね、記憶に留められなくなる。さっき出した、広島日記っていうのは、これは帝心病院の院長先生が原爆直後にね、書かれた、これも非常に貴重な内部被曝とか、その医者の書いたやつなんで、非常に貴重な本なんですけど、今も発売されてますよね。なんかね、人の顔が全然覚えられなくなったと。橋爪文っていう人もね、記憶力が優れてたのにね、なんかすっかりほうけてしまった。東京の人も言ってますよね。なんか料理がうまく作れなくなったとかね、40歳の旦那がもう自分のプロポーズを忘れてしまったとかいう話が、ね、出てきてます。で、その他の症状としてね、歯はいつの間にか欠けてなくなっているが、根は残っている。数日前まではグラグラと根ごと揺れているにもかかわらず、中途からポロリと折れたらしい。これ黒い雨なんですけど、沼屋さんっていうね、南相馬におられる方が、歯がね、途中でポロッと欠けてるっていう話をされてるんですよね。同じなんですこれね。で、16歳で現場白内障になったって橋爪さんが言われて、で、白内障も増えてますよね、あちらの方でね。でどういうのかって、原爆症というのは、ね、結局ほとんど全ての全身病、ありとあらゆる病気が出てきて、あのブラックジャックにも原爆症の患者が出てくるんですけどね、もう 俺にはお手上げだっていうような話をブラックジャックもしてるんです。わけがわからないね。で、ほぼ全身状態で、被爆後8年経ってから、ね、白血病が増えたりしてるんです。で、 ABCC っていうのがあってね、 ABCC っていうのは原爆の状況を調べる委員会だったんですけど、これはね、人の、ね、遺体を、ね、切り刻んで、ね、アメリカに、ね、運んでいろいろ調べてるんです。影響があるかどうかをね、影響あるの分かってるからやってるんですけど。で、被爆赤ちゃん研究利用1200人にしてね、これ今年の、ね、4月の熊日新聞から持ってきたんですけど、調査終了後 ABCC は現段階で放射能による遺伝的影響は見られないと結論付けた、こう言ってるんですけどね。で、今年もね、理化学研究所に放射線を正しく理解するためにというので、被爆なしと被爆ありの人を比較するとね、奇形率は、ね、0.1% 以下なんですよ、両方ともね。で、なんて言ったかというと、遺伝的影響はハエ等の動物実験では発生が確認されていますが、人では発生事例は確認されていません、ね、ハエとかね、ネズミとかで起きても人間に起きてないから起きないって言うんですよ。でもハエとネズミは人間と何が違うかといったらね、人間はね、隠すんですね、奇形が生まれたらね。お母さんだって奇形が生まれてね、不意調したら自分に傷がつくしね、兄弟に傷がつくから、ね、全部隠すんです、人間はね。当然だと思います、私もね。で、その隠してるのをいいことにね、起きてないっていうね。 ABCC が胎児集めてっていうのを岡村久さんっていうのが言ってるんですけどね、と産院をやってた人なんですよ。で、何も記録は残っていませんが、奇形がたくさん出ました。当時は ABCC へ皆報告しなくてはいけないシステムになっていました。奇形が出ましても報告するのを嫌う人もございましたので、しなかったこともあります。こういう証言があるんですね。そしてね、
世界が恐怖する死の灰の正体というのが、これ今インターネットの時代なのでもう無料になってるかどうか知りませんけど、無料で見れるのでぜひ見ていただきたいんですけど、これね、被爆後7年経ってね、シャムソーセージみたいなのが生まれてるんです。昭和20年6年かな、6年には、ね、無能児が生まれてるね。で、長崎の昭和26年にはこれもう人間の形してないんですよ。 何が何だか分からない。で、単眼症の子供とかね、こういう奇形がね、いっぱい生まれてる。で、ABCC にいた医師の証言ですね、さっきね 1% 足らずって言ってたでしょ。でもね、ここでは違うんです、映画の中でね。長崎大の林教授は昭和24年から25年にかけて 22.3% の奇形がありましたって映画の中で証言されてるね。で、被爆してない場合は 8.7%、 さっきはね、両方とも 1% 以下だったでしょ。隠してるんですよ、明らかにね。で、奈良医大の神戸教授はね、小児解剖センターにしたらね、無能児が15代だった。これね、無能児なんかにそんなに生まれるもんじゃないんですよ。大気管血管奇形が20体、単眼症が1例ね、無眼症も1例あった。で、小頭症の子供もあって、この小頭症の子供がね、なんかちょっと映画に出てたんで、こんなのもあるんだなと思って見たらね、なんとね、今年のね、去年の8月ごめんなさい、去年の8月に原爆小頭児のドキュメンタリーっていうのが NHK で流さ、ちょっと私いつも聞いてるんです。原爆小頭症のことをご存知だった方どのくらいおられますか？ 2,3 人ですよね。だからね、こう生まれてる。で、どうも竹の子会とかいう名前があるんですね。今でもね、22名の方が生き残られてるんです。だ、生まれた時から頭が小さくて手足の奇形もあってね、ものすごく苦労されてるんで、親御さんとかはね、昔の本を見ると原爆小頭児のことがまだ書かれてたね、時代はこの子は核兵器の怖さをね、みんなに伝えるために生まれてきたんだから、私の使命だと思って育てるみたいなことを言われてる方がおられる。でもね、今調べて分かったように、誰も知らないですよ、原爆小頭児の生まれた、これ胎児奇形そのものなんです。認めてるんですよ。だけどね、言わなかったらなかったことと一緒になるんだね。で、チェルノブイリもね、被害起きてない、起きてないって言ってるんですけど、もうこういう子が生まれたり、こういう子が生まれたりね、こういうのが生まれたり、もうこういうね、悲惨な子がね、たくさん生まれてるんですよ。でもね、産業医科大学はね、ほとんど影響のないレベルでね、中絶したと。あんなに生まれてるんですよ。で、日本でもね、こんなことが起こらないように祈りますって言ってるんですよ。で、福島のね、方でももうかなりその戸口っていうんですかね、口がね、割れた子供が結構生まれてるらしいんですよ。でもね、どこにも何にも報告されてないんですよね。で、そういうことがあってね、瓦礫の受け入れなんですよね、これね。これは原発、脱原発住民投票がね、否決された時に石原慎太郎がこうブーイングのね、やつやったんですけど、この人なんて言ったかって、黙れって言えばいいんですよ、そんなの。誰がどうするの、力のあるところが手伝わなくちゃしょうがないじゃないですか。でこういうこと言って、でもこの人はね、東北のことなんかどうでもいい人なの、本音はね、東京だけ良ければいいっていう人なのね、みんな知ってると思う。で、放射能のね、瓦礫の受け入れ基準がね、いろいろ変わってるんですけど、この8000ベクレルが大丈夫っていうのは、すべてね、内部被曝をね、無視してるからね、大丈夫っていうことになるんですよ、さっきのね。内部被曝しても、実行線量係数で、嘘っぱちの件数であればね、これ誰も被害起きないことになるんですよ。でも実際も広島でね、被害がいっぱい起きてるのにね、それもないないって言ってるのに、だから全部核兵器のことなんですね。で、放射能の知見はないってね、環境省はね、もう公言してる、2012年3月27日。でも、ないって言いつつね、安全安全って言ってるんですね。で、安全アピールだよね、こういうね、瓦礫をね、この 3人、細野、静岡県知事、島田市長でね、こう測って安全とか言ってる。でも、これはね、外部被曝は分かるけど、内部被曝は全然分からないんですよ。で、こういうね、記事がね、これ毎日新聞だったんですかね、載って、これ出光和也っていう人がね、放射能はね、完全安全とか言って、瓦礫のね、工学部の教授が完全に安全って言ってるんですよ。なんでこんなことをね、工学部の教授が言えるのか、おかしいですよね。で、この人もう今はね、インターネットの時代でもありますし、この人の経歴を見ればいいんです。そうするとね、42歳までは動力炉核燃料事業だ、これはモンジュの作ってるところですよ、ね、プルトニウムが大好きなおじさんだったんです。だからこの人は今旧大の肩書きを持ってますけど、中は、ね、プルト君だよね。だからプルトニウムをずっと安全安全って言ってた人が旧大の仮面をかぶってね、完全に安全ってそれは言いますよね。もともとそれで飯食ってた、それにね、騙されてるんですよ、みんなね。
10代。じゃあどんな風になってるかって言ったらね、セシウムがこれ飛散のシミュレーションなんですけど、この辺の石巻ってこの辺ですからね。だから福島がねものすごく濃いのをね北九州で燃やそうとしてるんです。飯塚も燃やそうと受け入れようっていう話はある。これ見てください。これね、東北の外界は安全って、安全なとこはないでしょ。どこもみんなもうものすごくね汚染されてるんですよ。でなんでこれを持ってくるかって言ったらね、九州は幸いにして被害があったとはいえ少ないでしょ。そうすると福島の方だけで被害が起きると、これは放射能のせいじゃないかってみんな言い出すんですよ。もしここのね高レベルに汚染されたのを北九州とか飯塚で燃やすとね、これはもう内部被曝しますよ、みんなね。福島ほど行かないんですよ。そうするとこちらでも必ずね同じ症状が出てくるんですよ。子供が鼻血を出したりとかね、風邪をひきやすくなったりとかね。そうするとね、ここの子供がそういう症状言っても、いやあれは九州でも起きてるから放射能のせいではないですよっていうことを言えるわけね。なんでかって言ったら内部被曝のことをやるともう核兵器が使えなくなるからね。日本政府もね、もう国民のことなんかどうでもいいんです。アメリカに被爆する人を増やせって言われて、上の方がね。で何にも分かんない環境省のバカ役人とね、細野がね、じゃあ燃やそう燃やそうって、燃やそうで一直線でしょ。でもね、大体瓦礫を燃やしたところでね、東北は復興するはずないんですよ。もう瓦礫は片付いてるんだからね。でバグフィルターで取れる取れるって言ってますけど、バグフィルターって名前大差なものついてますけど、バグフィルターです。だからこれ布の、ね、バッグなんです、単なるね。だこんな、ね、布のバッグで、ね、セシウムが防げるはずないんです。例えば、まあ、ちょっと下品にあるんですけど、パンツでみんなしてますよね。パンツの布っていうのはこのバッグフィルターみたいなのと考えると、プーっておならするとフィルターがあるから匂いませんって言ったら、ね、そんなバカなってみんな思うでしょ。それと同じなんです。 ここで燃やしたって、ね、全部出ていくんですよね。でもう安全安全って全部取れるって言ってるから、もういわき市ではね、もう2万ベクレルのね、ものすごい高濃度のね、放射能のね、被害が出てるんですよ。でもこれもね、安全だから燃やしますけどね。で、いくら私も電話で、こんなの危ないからやめてくださいって言ったら、燃やさなかったらどうするんですか、国は 99.99% 取れると言ってるから、これ、被害が起きないって言ってますけど、これね、燃やしたらいけないんです、絶対にね、空中に出るだけだから。で、なんで燃やすかって言ったら、日本人の絆って言ってね、みんな言ってますけど、マスコミがね、これ正しなきゃいけません。東北の人が苦しんでいる、お前は我が子さえ良ければいいのか、日本人の傷がないのかって言って脅してるんですけど、これはね、我が子をね送り出したね、日本人と同じなんです。みんな本当は送り出したくないのにね、国のためって言って差し出したでしょ、自分の息子をね。それと同じことがねやられてるんですよ。自分の子供を犠牲にして国家のためを思えないんです、これ休暇ですね。自分の子供をね守れない国家がね、どうして国家ですか。それはもう独裁主義のね、自分だけ良ければいい国家ですよ、逆にね。で、あとこういうことも言ってるね。放射能が怖いのは文系低所得非正規無職とかいう慶応大学のね人がやっててね。だから放射能が怖いというとね、こういうふうにレッテル付けされるもんだから、みんな東京の人は特に見栄っ張りだからね、放射能怖くないと言ってる。でも放射能が怖いとこうなるっていうのは、これはもう裸の王様と、現代版裸の王様でね、王様裸だって言ったらバカと思われるから、みんな裸だと思ってるのに黙ってる。それと同じなんです。で、こういうことも言ってるんですよ。去年の6月にはね、国がね、20ミリシーベルト安全って言ったのに、保護者がね、不安の声を出すんです。そうするとね、学年主任が、ね、国が決めたことを大人が信じられないのなら子供が動揺してしまう。国の言うことが信じられないのなら日本国民をやめてもらうしかない。言い放ってるんです、これね。これ事実なの。これを書かれたのはね、私のその新聞記事を書かれた記者と同じ方で、直接お話しして、諸学方面も控えてるって言われてましたね。で、じゃあ反対しないといけないね。じゃあどういう反対運動がいいかって、これ、日田先生が言われてるんですけど、この人がね、僕が米軍に捕まったりする、もうこの人は被爆を見てね、これ被爆だって言ってるから、もう覚悟してたんです。だけどね、もし捕まれたらね、自分の命を預けている医者が捕まえられたと大変な騒ぎになる。これは組織的な戦いと違ってアメリカが封じ込めにくいから、アメリカが一番怖がる。だからね、なんとかの会ね、なんとかの会っていうのを作って、リーダーがリーダーシップを持って反対したらね、必ず潰される。一人一人がね、参加する人がどういう意味でやるかっていうことを考えて参加しないといけない。どこにね、瓦礫とかを処理したらいいか、
これ福島原発の場所なんですけど、浜通りでねこのぐらいなんですね。でここはこのごくわずか一部でしょ、ちっちゃいように見えるかもしれないんですけど、これはね、なんだっけ、これ飯塚に持ってきたんですけど、ここは飯塚駅でね、ここがね浦田駅ってあるんですかね、ここが浦田駅ね、ここがイオンのショッピングモールセンターなんです。だから浦田駅から飯塚駅を通り越して、飯塚駅、ここね新飯塚だよ、これね、飯塚駅からイオンショッピングモールが入るぐらいのね広大な敷地が福島第一原発の敷地なんですね。そう考えるとものすごく広い場所だっていうことは一目瞭然でわかると思うんですね。それがここなんだから、でこの辺はもう人が住めないんだからね、もう300年400年とか1000年1万年住めないと思うんです私はね。そこにね持ってくるしかないんですよ。北九州組んだりとかね飯塚組んだりに持ってきてね燃やすのはね全然理由がわけがわからないんです、通常からしたらね。だから東北の絆で受け付けるあのするのよりね、飯塚の人とかここでね綺麗な野菜を作ってね揚げる向こうに持っていくのが一番の貢献なんです。だってこんな広いんだからね、こんな広いのがこれっぽっちなんだから、ここにいっぱい土地はあるんですよ。でもねそうすると核の被害が核あの表に出てくるからね、瓦礫絆でね受け入れさせようとしてるんですよ。でチェルノブイリの専門家のねバンダジェフスキーは何て言ってるかというと、このような形で情報を隠し続ければ数十年後には日本人という国民も本当にわずかになってしまうと言ってる、警告発してね。これベラルーシの人口なんですけど、この辺が原発事故なんですけど 3,4 年経ってからねもうね人口が減る一方なんです。ベラルーシはねもう健康な子供がほとんど生まれなくなってるからね。で日本もねこうしたいんです。それなんでかっていうと日本国民よりも米国の核兵器を守るためね。で女性についてね、女性も除染したら大丈夫と言ってるんですけど、実はねソビエトも米国もものすごい実験をしてあちこち汚してなおきれいにしようきれいにしようって何度もやってるんですけど、もうねどこも諦めてねそのまま放ってるんですよ、ね、なんでかって言ったら放射性セシウム非常に反応しやすい物質でコンクリートにも容易に結合してさっき見せましたね、ボーンって爆発したでしょ、あれがねもう簡単に容易にねいろんなところにくっつくからもう絶対ね取れないんですよ。で日本だけ国土が狭いからできると言ってる。だから昔竹槍今高圧洗浄機ってこれね気をつけって言って、これは戦争中のことなんです。進め1億火の玉だね、鬼畜米英みたいな感じで、で竹槍でね B29 を落とすって言っててね訓練してたのが日本人なんです。でもね一人になればね竹槍で飛行機を落とすっていうのは不可能なことぐらい誰でも分かるのにね、これでこんなことやったら無駄じゃないかって言ったらねみんなから非国民扱いされるからね、黙ってみんなでこうおとなしくやるのが日本人の差なんですよね。で日本人はねこの無理って分かってねやってる。だから高圧洗浄機でね やろうとってねあんな反応性の高いものが、ね、取れるはずがないんです。どうして取れないかね、反応性が高い上にさらにものすごく薄いものなんです。どのくらい薄いかというと、チェルノブイリの強制移住区域ね約 5.2 マイクロシーベルトパワーってものすごい高性能なところがどのくらいかというと、食卓塩がありますね、その食卓塩が1粒を水に溶かして約30坪、これまあねここに食卓塩をね 2,3 粒水に溶かしてねそれをじょうろでこう巻いてお前雑巾できれいにしろって言ったら無理でしょ。ものすごくね微量でねセシウムっていうのはものすごい放射能を出すんです。でこれにプラスものすごい反応性が強いもんだからソビエトもどこも全部諦めて人を移住させたんです、諦めてね。でも日本だけが狭いからできるって言ってる。で腐葉土にも放射能が入ってますからね、こういう腐葉土にあのホームセンター行って売ってると思うんですけど栃木のものとか入ってきたらかなり放射性能高いんです。でこれが良かれと思ってね自分の家に巻くともうそこは放射能汚染されたことになりますからね。特にだんだん関東の方は気にするようになってるので九州の方でのほほんとしてね誰もガイガーカウンターなんか持ってなかったらねこれね平気で売ってきますよこっちまでね、流通だから日本の流通で。原発の再稼働のことについてちょっとやっておきますけど、限界をね再稼働させるって言ってますけど限界原発はこんな形してるの、1,2,3,4 なの。だからここがねもし事故を起こしたらここはもうつけない、誰もね行けないんですよ。でどうするのかっていうのは船でやるとかねわけわからないことを、ね、平気で言うんです。それから電力会社で美浜の原発はねどうなってるかっていうのはこう関東があってねここは原発なんですけどここは企業等でね橋1本しかない。で橋1本で橋なんかね津波だって地震だって倒れるでしょって、いやこれは倒れないことになってますが関電電話したよね、いや倒れたらどうするんですか、いやその時は船でやるから大丈夫、船でね対応ができるはずがないんです放射能が出てる時にね。
なんか平気で言ってるんですよ。だからここのね評価ばっかりしてるけどね、その周りとかって大井だと同じでしょ。これね、大井は橋じゃないけど一本道しかないから、ね、地震でアクセス道路がやられたらもう終わりない。で福島はどうかって言ったらね、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6あるんですけど、見てください、海岸辺にくっついてるでしょ。でどっからでもアクセスできるんです。だから福島の原発っていうのは立地条件から言うと日本にある原発の中で一番良かったんです。だから東電もここがやられるとは一切思ってなかったんですね。じゃあもし限界で原発で事故が起きたらね、これ飯塚この辺でしょ、もう限界でね事故が起きたらね、これは、ね、福島の飯舘村と同じでしょ。ここなんか地形も似てるしね、もう一発でね飯舘村と同じことが起きる。で仙台だってね飛びますよ。もう九州なんかもどこも住めなくなってね、九州とか中国も四国も住めないからね、これはもう日本人全員でもう被爆して死ぬかね、それとも世界にオーストラリアの砂漠かなんかもらって逃げ出すかね、どっちかしかなくなる、ね、仙台原発がすると海洋汚染もあります。で事故が起きたらね九州同じで、私はね特に言いたいんですけど、どんなに安全装置起きてもね事故起きるっていうのが福島のね教訓なんですよ。それは自然が上回るからね、想定外でしたじゃない、済まないんです、想定外で済まないからね。それなのにね原発はねどうしてもね安全安全って言ってね再稼働させてるんで、多いだってね。ならお前電力会社がね賠償できるのかって言ったら賠償できるはずないんですよね。で国が安全って言ったから俺は知らんよみたいな感じで、それはね自動車を無保険するのと同じなの。だから原発の訴訟とかで安全のことをねごちゃごちゃ言ったってね、電力会社はなんかいろんなねわけわかんない資料を持ってくるんですけど、事故が起きた時にねお前らどう賠償するんだってことを想定にしてしないと、安全かどうかを言ったらね平行線に終わるんで、裁判官は賠償されてるからね、出世のために。だからね必ずね電力会社にね有利なことを言うんです。だからねここをね明示しろと、いくらの被害が起きるんだってことを言わないとダメなんですね。じゃあこれから我々はどうしたらいいのかね。さっき一番最初に言いましたけど、もう世界中に大気にやってるので雨には濡れないでね。もう大気核実験の時もそういう話になりました。大気核実験の時以上に汚染されてる。で雨に濡れないということはどういうことかって言ったら、屋外プールにも当然雨が落ちるわけで濃縮されるので、屋外プールも私は危ないと思う。あと食料品からの内部被曝をできるだけ避けるね。特にねキノコ類、ベリー類は非常に濃縮されますから、今でもねチェルノブイリ、ヨーロッパから来るやつはかなり汚染されてますので、この辺はもうできるだけ避けた方がいい。で一番大事なのはね、黙っていたらいけないんです。もうね政府の言いなりになってね、もうみんなもう決まった、大井原発再稼働反対って言ってももう俺は知らんよって言ってね、それで諦めたらいけない。最後の最後までねやるにはね、自分でね電話とかファックスとかその他でできることを、ね、一生懸命やるんですね。それ一人でいいんですよ。で再稼働は決して許してはいけないってね、絶対に諦めない、諦めたら終わり。で味方を増やすね、良心知り合い、だから今日来られた方で私の言うことが正しいと思ったらね、ぜひ他の人にね今日お配りした資料とかね DVD もあるのでそれを見せてあげてね、一緒にグループにならなくていいんですけど、何かあった時は駆けつけるとかね、いうように。だからどういう風にするかって、我々はお金も何もないからね、ただあるのはニーズなんです。だからイナゴがね襲うとね、いくらどんな兵器を持っててもねイナゴを焼き殺すことはできないでしょ。過ぎ去るのを待つしかない。だからそれと同じように一人一人がね自分の意思で全体としてまとまるけど、一人隠れてかけても二人かけてもいいようにして運動しないといけない。大井原発再稼働反対でね、これは6月22日に主催者発表で4万人デモがあったんですけど、これはね NHK 報道しなかった、無視したよね。で6月29日、昨日なんですけど、これはね主催警察発表で2万ね、主催者発表で20万人って言ってましたけど、ものすごい人がね反対したんです。でもこれはね、あ NHK は散々エジプトのねタハリール広場で起きたムバラク大統領がやられたのを Facebook 革命とかね Twitter 革命とか言って散々ね我がことのように喜んで報道したのに、この日本のねこれも Twitter とかね人混みで集まった全然団体色のないやつなんですけど、これはねほとんど報道しないんです。で読売新聞に至ってはね、こんな嘘か本当かわからないんですけど、こんな報道は、この行動は私は認めてないから報道しませんみたいなこと言ってる。首都でね10万人以上の人が集まってね報道しないっていう、ね、新聞社があるんですよ現にね。
で最後のものになりますけど、私の情報発信なんですね。ブログを書いて、オストバイシタ治療の最後のページにブログのアドレスも書いてますので、それで大体今ね480万ぐらいになりますね。でツイッターをしてて、であとね政府 NHK マスコミの報道は一番当てにならないんですけど、それでもね時々本当のことを言うことがあるんです、まあ、今あんまり起きないと思います。で第一報っていうのにね、とんでもないね恐ろしい話が出るんです。ボーンとね、例えば30年戻れないとかいうのが一番最初に出てね、そしたらみんなが驚いてね、いやそんなことはないでって言ったらね、どんどんねその30年嘘でしたとかいう話になっていくんですけど、これね原子力の報道に関してはね、一番最初から一番悪いことを言うことは報道の世界ではありえないんだからね、一番ひどいことがあったらね、あこれが本当だと思わなくて、メルトダウンだってね、あれ3月の11日に起きた日に夜に確かね、通産の役人の一人がねメルトダウンが起きたって言っちゃったんですよ。ただねみんながえーっと驚いたもんだから、その人引っ込めて、あれは嘘でした嘘でした嘘でしたって言って、今頃になってやっぱりメルトダウンしてましたとか言ってちゃう。だから一番ひどいのがね一番本当なんです。で本物の、ね、情報はね矛盾がないんです。で私の話してることは、私今原稿なしで喋ってるのはね、まあ、私が感じたことをそのまま言ってるわけでね、それは嘘をついてないからこういうことができる。例えば嘘を一つでもつくとね、もうこれはね原稿なしではね話せないんですよ。前後に矛盾が出てきてね。だ政府の矛盾も地震で大丈夫って言っても、さっきの民間事故調査委員会のねやつで分かったように、もう矛盾が出てるわけですよね。だそういうのをね細かいところをね押さえていくとね、本当こその情報感ねすぐ分かりますからね。でそういうふうにして嘘を言ってる人は誰が言っててね、どこの団体の所属かという人を丹念に見ていくようになると、ああまたこいつがこんなこと言ってる、さつきの出光和也みたいにね、同年に住んでた人が、同年で飯食ってた人間が嘘を言ってるわけです。だからそういうのをね細かく見ていくとね大体分かるようになる。特に放射能に関しては、今までね有名だった著名人だって言われて桜井義子とかね、あの辺もね平気でね放射能安全とか言ってますもんね。だそういうのでね放射能の対する反応を見るとね、本物の人間か嘘の人間かってことが分かると。あと今日のね内容と同じような DVD も販売してますので、閉じたねところに申し込みのページも書いてありますし、申し込みの用紙は後ろにも置いてありますので、もし興味があったら1枚500円で売ってますので、していただく。でまとめますね。で福島の原発は止められないと、放射能汚染も継続しますね、もう電源のスイッチはないんだよ。汚染された瓦礫、放射能を含んだ商品に何ら規制がかけられてなくて、内部被曝の被害は全国に拡散し続けている。で拡散し続けているというか、政府が温度をとってね内部被曝を拡大させているんですね。で熊本って書いてますけど、これは九州どころか日本どころかね、世界中が被害を被っている。もう税制面の問題なんですね。内部被曝の勉強してほしい。で瓦礫にはねもちろん明確に反対して、子供のためにできることをしてほしい。だからね瓦礫がねなくなればね、それでハッピーじゃないんです。瓦礫がなくなって原発をもうこれ以上再稼働しないようにしてね、でもそれでもまだダメでね、中国とか韓国のね原爆が、釜山の原発が爆発したらね、もうここも住めなくなるんです。だから韓国も中国もやめさせて、さらにその大ボスであるね核兵器の踏み込まないと止まらないんです、これがね。だから瓦礫だけでこう目を奪われるんじゃなくて、子供、将来の子供世代ね、我々の子孫に国土を残すためにはね、もうずっと全部反対していかないと、それぐらいの十字架がね我々に課せられたんだと。はい、どうもご清聴ありがとうございました。